2023-24 ヨギボーウィーリーグカップ第2節ベレーザ対新潟の一戦です。まず前半10分のシーン、新潟のコーナーキック、上尾延のキックを石渕が頭で合わせました。中央で石渕頭で流し込みました。石渕は2試合連続先制ゴールです。前半25分です。ベレーザのシーン、山本から菅野の左足、ベレーザ同点に追いつきます。菅野は右利きのプレイヤーですが左足で決めました。 Bリーグカップ菅野初ゴールです。前半の44分です。ベレーザのシーン、ここ藤野がドリブル、ゆっくり持ち上がって左足のシュート、ベレーザが逆転に成功します。藤野狙いすまして右隅へ、今季初ゴールです。ワールドカップから戻っての初ゴールでもありました藤野。2対1でベレーザリードで後半に折り返しました。60分です。ここ石渕抜け出してかわして右足振っていきました。同点ゴール。浮かせたボール巻いてきました。石渕今日2ゴール目です。新潟が同点に戻します。そして87分です。途中投入の北村の左足、途中交代平尾の位置を読んで右隅に流し込みました北村。これは土方から北村、ここクロスバーを叩きました。最後木下も打っていきましたが平尾が収めます。ベレーザ対新潟のゲームは3対2、ベレーザが勝利しました。ベレーザはこれで2連勝です。